一度掴んだハートは離さない represent 福岡マリカとサイミアエストラアンドラ EAK ここ九州から全土に響かすメロディー With a freak。皆さんこんばんは。福岡スバリカタスタイルコーラスグループフリークです。フリークリーダー佐賀県出身サトルです。大地です。ゆきです。ゆきです。なんですかね今のまははい、ジャブとしてね。ジャブですね。いやストレートですね。めんどくせえですね。こいついいからと、はい、いうことでね、もう8月のお盆も終わりまして、はい、うん、17日月曜日ということでね、はい、我々フリークは昨日久しぶりの、ライブをしてきまして、はい、大失敗に。いやいやいや、なかなか大失敗はないですけどね。ライブの大失敗って相当やべえやん。何やらかしちゃって何やらかしちゃって大体無事終わってくれれば、まあ、これ収録なんであれなんですけど、まあ成功で終わってることでしょう。うん、うん、日本撮りしときたいと思います。その失敗パターンと成功パターン。いやいやいや、失敗すること考えるの。あの失敗したとて、あのラジオでいちいち失敗しましたって報告する必要ない。正直僕失敗報告、はい、ねえ、いやもう本当ね、この時期はねもう海入ったらダメですよ。もうクラゲ出ますよ。クラゲがね、チク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 刺されますよ。全部食べましょう。チクチクチク刺されますよ。クラゲ食べれる？え、あの中華クラゲってクラゲやろ。なんか海藻みたいなやつ、プリプリなやつ。あれクラゲ。うまいよねあれね。うまいうまい。なんか食ったことある。そうそう。クラゲに刺されますね。うん。おいおいおい、どうしたどうした。急に俺らでひとしきりクラゲが盛り上がって、急にクラゲって言い出して勇気に戻したらいきなり、いやごめん、あのどう入っていいか分からなくなって、ごめんごめん、はい、ごめん、はい、長縄跳びと そうね、ちょっと入るタイミングミスりました。ああすみません。トークがもうなまっとる。トークを鍛えていきましょうということで、毎週やってるから、はい、毎週、はい、今日も番組宛てに届いたメッセージ紹介していきます。はい、ラジオネームキラさん、はい、いつもラジオ聞いてますと。ありがとうございます。今年はコロナと大雨だったり台風だったり暑かったりと、変な天気ですねと。はい、最近は花火をしている子供を見かけなくなりましたと。うん、夏休みといえば家の前で花火をしている子供が多かったけど、今は全然おらんですよと。確かに確かにね。俺でも絶対毎年花火してるわ。あの花火をできる場所がそもそも少なくなったというか。確かに公園も全部ダメやし。そう今ね。あ、そうなん。そう、海とかでも、もう多分注意される、ね、めっちゃ厳しい。あ、そうだから、あの危ないしゴミとかも出るから、うん、まあでも夏の風物詩ですよ花火は。まあでも今の子供は夏といえば家で涼んでゲームできるみたいな感覚なんか。いやそうや、まあ、今の子供に限らんけど、うん、まあ、昔からそうやる、うん、ゲームばっかやる。ゲームばっかしてましたよ。 あんた夏といえばお前スイカ割りやらお祭りやら花火やらいや特に今流しそうめんやらいろいろあろうもん外でできる。コロナやしさ、でもさ外出らんけん。そうそうそう、これ友達のさ子供がさ、やっぱ夏だから夏休みカブトムシを取りに行きたいみたいな。あ、いいっすね。いいね、昔ながらやね、うん。でも全然今もカブトムシさデパートで売ってるけどさ、カブトムシが欲しいみたいな、じゃあ全然なんかその山行って夜で行ってトイレ行くぞみたいな。で、そこ連れて行ったらしい。で、ほらいっぱいカブトムシっつってこう懐中電灯当てたらさ、まあうじゃうじゃおるわけ。泣き出したらしい、怖くて。だけ本当にカブトムシがおる環境とかを知らんのよ。カブトムシだけを見とう。なるほどね。だけどその売られてるカブトムシとか、そういうのだけ見とうけん。うん。ああ、そういうこと。自然におる、そういうの見たらびっくりする。ちょっと気持ち悪かったんじゃない？なんか虫感が強くて。いやー、マジ。なんかそれおもろいね。安易に、スキーとか言わん方がいいよ。カブトムシ、スキーとか。見とんないよね。マジで。だけど安易に、アメリカちょっと行ったぐらいで、やっぱアメリカ最高とか言わん方がいいですよね。アメリカの危ないとこをちゃんと経験した上で言うんやったら、ね、そうそうそう、アメリカをちゃんと知った上でやっぱなんだかんだアメリカ好きやわみたいな。確かに表面的な部分だね。そうね。だから俺らとかやったらもうまあ何十年もさ、何十年とは言わない、10年以上住んどるやん絶対、福岡に、だけど福岡好きって言っていい。そうねそうね。っていう のに近い感覚よね。だけどそのカブトムシね、まあそんな感じですね。まあ、時代は変わってるということで、ね、俺らも順応していきましょうということです。虫キングしよう。虫キング、はい、ということでここで1曲お聴きいただきましょう。今日は何にしましょう。今日はクレイジーサマーパラダイス。はい、夏ですからね。聴いていただきましょう。フリークでクレイジーサマーパラダイス。サンシャイン、We are free. Oh, crazy summer paradise.
対せはしなく駆け回った Everyday 抜け出し仲間誘って騒ぎたいだけさ、うん、深呼吸してどこに沸かしても広がるブルー何か起こる予感がして小麦色焼けた肌 Beautiful View 灼熱のビーチで一番ハッなベイほっとけないよ待ちしております、はい今日みたいにフリークへの質問や身近な話題などをお送りくださいねはい皆さんからのメッセージ、はい、あつ先はファックスの方0952255650メールの方はレディオアットマーク NBC-SAGA.JP レディオの綴りは RADIORADIO です NBC ラジオ SAGA のウェブサイト内ホームフォームの方はレディオフリーク係までお送りくださいはいまた我々フリークは随時オフィシャルウェブサイトで情報も更新しておりますし、うんはい、あと Twitter、Instagram、そして YouTube チャンネルなどもありますのでそちらもチェックしてください、はい、ではまた来週もこの時間にお会いしましょう以上、フリークでした。